聞いてるか？お前また変な動画出してたな。なあ、何のことか心当たりあるか？おい、酒井とショットとまさきのコラボレーションアイテム紹介してたな。お前あれまたずれてるぞ。ずれてる、ずれてる。違う違う、そうじゃない。そうじゃないぞ、中野。な。まあ、あれはパッと見、いつもの中野のお家芸、高額商品爆買い動画かと思いきや、中身が薄っぺらすぎる。あとは、謎が多すぎる。解明していくぞ。まあお前はまずな、酒井と正樹のコラボレーションのライダース古着屋で買いました。なんで古着屋で買ったか、速乾アイテムで狙っていたけども買えなかったからです。そう説明していました。嘘つくなお前。酒井の公式のオンラインストア見ろ。おめえが買った、古着で買った、速乾で買えなかったって言ってる商品のサイズに全く同じもの新品で売ってるぞ。な、何が速乾で買えなかっただよ。嘘つくなって。嘘つくなお前。新品で買えるから。買えなかっただけだろお前。正直に言って、速乾で買えなかったとか嘘つくな。俺が動画出た時点で、酒井のオンラインストアで確認した時にはあった。うん。嘘つくな。原稿買えないから、中古品買いました。お金がなかったので中古で我慢しましたって正直に言えよ、お前は。なんでそんなわかる嘘つくんだ。オンラインストアにあんじゃねえか。サイズにあんじゃねえか、しかも。全く同じもの。新品で買えんじゃねえか。嘘つくな。うん。お前の資金がそう、尽きてきたっていうことを正直に言えな。で、ママとパパにお願いしたけど買ってもらえませんでしたって正直に言え。まずこれ一つな。ああ、次だよ。お前が買ったアイテムについていろいろごたごた説明してたな。な、でな、そもそもまさきな、アーティストの名前、お前ずっとマッドサキマッドサキマッドサキって言ってるけど、まさきな？なあ、お前さ、服好きなんだろ？なんでコラボレーションの、コラボレーション相手の名前もろくに言えないの？なんでろくに言えないの？で、動画の中ではね、ウィキペディアでなんか拾ってきたようなコピペのやつをペって貼り付けて。まあな、ウィキペディアにはな、名前の読み方なんて書いてねえもんな。ローマ字表記でマッドサキって書いてあるから読み方なんかわかんねえんだよなお前は。ならマッドサキマッドサキって、まさきな、ああまさきな、お前そこがまず間違ってるな。これずれてるとかじゃなくて間違ってるから。間違ってます。まさきまさきな、オッケーで、まずそこがおかしい。その後も動画は進んでいく。じゃあなんでこのアイテム買ったのか。このね、後ろのね、背中に書いてあるメッセージがめっちゃかっこいいと思ったんですよって言ってるよな、お前。お前メッセージの意味理解してねえじゃねえか。シープルの意味さえろくに言えなかったよな、お前。シープルっていうのはこれ羊っていう意味みたいなんですよ。ちょっと英語わかんないんですけど、じゃねえよ。じゃあお前英語わかんなくてシープルの意味もあやふやで、じゃあ、あのメッセージの何が気に入って、どこが響いて買ったの？なあ、英語もろくに理解してない、読めないのに、あのメッセージの何を理解したの？どこに惹かれたの？ねえ、謎なんだよ言ってることが。なあ、編集で後付けでググってきた意味パッパッて貼り付けてるけど、
お前は理解してないよな、買ってる時点で。あれを買った時点でシープルの意味も分かってなければ、ゾンビーその後のクールエイド、この 3つの単語のそれぞれの意味もよく分かってないし、その意味がどういったメッセージを帯びてるかも分かってないよな。正直に言えって分かってないよな、お前。英語が書いてあるとしか認識しないだろ、お前。文字としてしか認識しないよな。単語の意味も分からなければ、その単語をあそこに並べた、その意味さえも分かってないよな。俺が説明してやるわ。お前の代わりに。うん。お前の代わりに俺が説明してやろうか。まあ、正直俺もね、あのアイテム見たとき、あ、いいなって思ったんだよな。いいな、これ。かっこいいな。なんでそう思ったか説明してやるよ。まずな、シープル。シープルっていうのはシープ。羊とピープル。これの造語だ。シープとピープル。合わさってシープル。な。どういう意味か。シープっていうのは羊。羊っていうのは常に群れで動いてる。で、羊飼いがあっち行け、こっち行け。行ったらもうそれに従って動く。右向け、右。左向け、左。ね、羊っていうのはそういう、あの、性質がある。それを人々に例えてるわけだわな。そうやって思考停止で、右行け、右。左行け、左。自分の頭で考えない。周りの群衆心理でしか動けない思考停止してる人たちのことをシープルっていうわけだ。オッケー。で、ゾンビーズも一緒な。これと一緒。ゾンビ。思考を持たない。ってみんな群れでこんなって動いてるだけ。ただ生きてるだけみたいな。意志も持たない。思考も持たない。これゾンビ。まあ、シープルとほぼ同義。で、最後、クールエイドな。これアメリカのお菓子というか、粉末の、まあ、水に溶かしたらジュースになるみたいな、よくあるやつだ、日本の駄菓子でも。これも同じなのね。思考停止してる人たちのことを、スラングでクールエイドっていうの。 OK。 つまりシープル、ゾンビーズ&クールエイド、これ全部同じ意味なの。思考停止している人々のことを指している言葉なんですね。 OK、ね、ここまではググったら出てくるわ。うん、言葉の意味、辞書引けば出てくる話で、じゃあなんでそれを洋服に落とし込んで今の時代に出したかって話なんだよ。そこなんだよ、一番重要なのは。そこがメッセージ性だろ。コロナだよ。結論から言うとコロナね。コロナが世界中に蔓延して、わけのわからない情報、いろんなのも出てきて、人々がね、上から降りてくる情報、メディアから流される情報、それに流されて右往左往して、意味があることかどうか、これは実際に正しいのか正しくないのか、そういったことも一回頭で考えずに右往左往してる人がたくさんいる。日本なんかいい例だよな。マスクだ、ワクチンだ、めちゃくちゃ接種率も高いし、みんなマスクしてやってる。なのに世界で一番感染者が出てますとか、こういう意味のわからないね、わけのわからない、どう考えてもそれおかしくない、やってることね、ちょっと考えたらわかるじゃん、意味ないんだよみたいなことを分からずにやってる日本人の、特に右習いの精神、右向け右習いの精神な、そういうのを批判してるわけだ、このご時世で。うん、意味わかるか。そういうのを風刺してるの、社会を風刺してるわけ。そこにメッセージ性があるわけだから、今やる意味があるの。今やるからかっこいいなってなるの。お前分かってないよな。シープルの意味もよく分かってなかった。まさきもろくに読めねえ。どこがいいと思ってんのお前。めちゃくちゃ浅いぞお前。浅い浅いとこにいるぞな。お前がシープルだよ、俺から言わせてもらうとな。何も考えてねえじゃん。堺のコラボレーションだとか言って買ってるだけだろ。お前は堺正樹コラボレーションのアイテムな、それの意味もよく分からず買ってしまってる。シープルになってるから。ゾンビズ、お買い物ゾンビだからお前はな。まさに批判しようとしてるブランドがコラボレーションで批判しようとしてる、批判対象になってるぞお前。こんな皮肉なことあるか。シープルが、ここにシープルって書いてるライダース着てんだぞ。おい、自己紹介かお前。あれずっと着ろよなお前。自己紹介だから。なんならもうシープル、ゾンビズ&クールエイドの下に中身って書いとけ。手書きで。全部同義語だから。自分の頭で考えられない。
うん、思考停止してるって意味で。シープル、ゾンビーズ&クレイド、ナカムって書いとけ、下に。自分で。ああ。最高の作品だよ。最高のアートだね。ああ、それ着てろよ、お前。自己紹介だから。最大の自己紹介、それ。うん。シープル、ナカム。うん。解明しろ。シープル、ナカムだよ、お前は。な？っていうところを見てもな。お前はあの商品のどこがいいと思って買ってんのかも。意味がわからない。メッセージの内容もよく理解してない。シープルの意味も分かってない。ゾンビーズクールエイドに関しては言及もない。だって意味が分かってないから。何がかっこいいと思ってるの？お前文字が書いてあればいいの？まさにシープルだな。ああ。ということでね、お前、あの一歩の動画でもなんかすごいいろいろ露呈してるぞ。うん。まあ、浅はかな視聴者、あ、またなんか、中野さんが高いもの買ってて、こういうのだよこういうのとか言ってるかもしんないけど、滑稽すぎる。おい、教養としてのモードどこ行った？おい、教養としてのモードどこ行ってんだお前。何、どの口が教養としてのモードとか言ってんの？笑わせんじゃねえってお前。ああああ、なんだこれ、4コマかお前。本当に4コマ漫画やだぞやってること。まあそこでな、そんなかわいそうな額のないお前に今日は救済措置を用意してきた。お前に少しでも寄り添って考えてきた。その答えだ、よく聞け。おい中村、お前真剣ゼミからやり直せ。真剣ゼミからやり直せ、お前みたいなもんは。おい、小学5年生だ。小学5年生コースからやり直せ。コラショの1回、もう1回、漢字ドリルやるところからやり直せ。いいか。教養っていう字を漢字ドリルでもう1回書け。もう1回習え。話はそれからだ。今のお前に本なんか渡して読ませたとしても、本を読むだけの基礎的なものが何もない。そんなやつに本読ませても、何も意味ねえんだ。お前はもう一回基礎から叩き直せ。な、基礎だ。真剣ゼミやり直せ。ああ、そっからだよ。お前はもうそのレベル。うん。な、もう救いようねえんだ。持ちや持ちやなんだ。ああ、周りの大人がどうとかじゃねえんだ。真剣ゼミだ。ベネッセにお願いしよう。頭剃って、髭剃って、真剣ゼミからやり直せ。そしてその様子を毎日動画撮れよ。今日どのドリルやりました？今日は国語のこのテキストを音読してみました。な、今日覚えたのはこういう言葉です。一日学んだこと全部動画に残してアップしてあげよう。ファッションのこと考えんな、洋服のこと考えんな。真剣ゼミとだけ向き合え、一年間。6年生レベルになったら帰ってこい。ああ、真剣ゼミ系 YouTuber になれよ。おい。そしたら俺見るよ。最高じゃねえか。おじさんが一生懸命真剣ゼミ真面目にやって音読しているところとか。最高に面白いよ。お前しかできないよ。それをリアルを持ってできるのお前しかいないよ。真剣ゼミからやり直せ。いいな。以上。